戦開幕カードの2戦目この後6時プレーボールとなります。昨日はですね、山田哲人選手が通算1500安打を放ちました。センターへ打ち返す山田哲人選手らしい一打でしたね。そして長岡選手1ホームランを含みます猛打賞、そしてドミゴ・サンタナ選手はライトへ7号ソロを放ちました。さあ日本生命セパ交流戦、東京ヤクルトスワローズ巻き返していきますよ。今日もですね、スワローズ打線元気になってもらうためにスタッフからですね、ぜひパワーとなります声援を選手一人一人にみんな届けていきましょう。さあ今日も芝生ってマリーンズを迎えての日本生命セパ交流戦です。マリーンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。内野さんのレフトさんものマリーンズファンの皆さん、共に今年応援で試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。